園芸です。あ、ですね、奥本ひなの28歳、趣味は園芸です。休日は主にバジルを育てたりとかしてます。あ、そうなんですか。え、じゃあご趣味は何ですか。ご趣味は、あ、そうなんですね。あ、じゃあいつまでに結婚したいなとかありますか。あ、30歳あたり、なるほど。あ、年収は こんばんは。 T シャツ明日発売。何の T シャツ。お見合いです。お見合いしてた今あ、推し T シャツ。変な推し T シャツじゃない、なんだっけ、なんかやったっけ。ヒアの推し T シャツって何。こんばんは、こんばんは。体育館、上級生に呼び出された。なんか用ですか、悪いけど言いたいことがあるのなら手短にして。生意気だとか気に入らないだとか黙って聞くから気が済むまで好きなように。大勢に囲まれ気づかれても構わない。なんか笑っちゃうリアクションに困る。どうすればいい、ガキのままな。すごい。あ、はい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 、あー、あれね、書きました。私それぜひね、明日推し T シャツが発売されるそうなので皆さんゲットしてみてください。なんか私そばにいてみたいなやつ書こうとしたんですけど、なんか絶対名前入れなきゃいけなかったみたいで、私それ分かんなくて、そう結局ああなりました。なんか名前入れなきゃいけなかったらしい。初耳、寝耳に水、猫の名前、あ、猫の名前写真も出てるの。猫の名前写真出てるって。みんな買ってね、ゲットしてみてください。間違えた、買ってねとか言っちゃった。ゲットしてみてください。明日インスタあげようかな。今日の夜ギリギリに、10時ギリギリにあげるか、ワンちゃん明日かな。明日猫ちゃんのオフショットインスタあげます。ぜひぜひゲットしてみてください。ただね、明日1時から G8 に出ますので、そちらもチェックしてください。今日もここのマネージャーさんたちが優秀です。それな、それな、あぶね、猫のやつ発売されてたんだ。テテルテルテルサンサンサンラリチャラチャラチャチャウィンテンチャラチャラ。さようなら大好きでし、仕事してます。いい子だね、いい子だ。なんかね、仕事頑張ってる人とか学校頑張ってる人とか育児家事頑張ってる人とかって本当にマジで生きてるだけで偉いと思うよ。今日よく生きてた、偉い、君は偉い君も私も偉い、今日も生きてたよ。こんばんは、こんばんは。本当に偉い、こんばんは、こんばんは。でもさ、なんかさ、メンバーのさそのなんていうん、ツイートとか755とか、いや、ツイッターとかにタイムラインに流れてくるのよく見てるんですけど、
今日もお仕事頑張りましょうみたいな、いや仕事だけじゃなくてもう全部入れてほしいよね。学校も育児も家事も全部頑張りましょうって入れてほしいよね。仕事してる人しか頑張れって言ってもらえないのって思うくない？こんばんは、こんばんは、どうも。てれてれてれててれてれてててれてて、漏れてんな。確かに今日も生きるの頑張りましょうとかいいね。でもそしたらな、病んでるのって言われそう。どんどん偉いね、世の偉いよ、いつでも。ね、見て見て、今日壁白だからさ、アホ毛めっちゃ目立つんだよね。アホ毛が、最近壁ずっと白。ガチ？そうだっけ？そうだっけ？パッパッパンマンマンマン。15周年生写真セットで何だろう。15周年生写真セットで生写真撮った。こんばんは、こんばんは。今日の洋服好きです。これ可愛いよね。最近 TikTok 撮ってる。撮ってるよ。今日もらってるから撮るわ。今日もらってるから撮って明日あげるわ。そうしよう。これ絶対撮るから任せて。任せて。まあ着てる人は可愛いからね。こんばんは、こんばんは。なんかさ、ちょっと何とは言えないんだけど、なんかやることが多すぎて頭が回ってない今。3月本当にやばい。応援してみんな、平野ちゃんのこと頑張ってって。3月やばい。いや今もやばいんだけど、3月いっぱいにやらないといけないのと、3月から始まることとかが多すぎて頭パンパンになっちゃうかもしれない。頑張って、頑張る。頑張るけど。うちの学校3月1日さ、そう、卒業式らしいよ。卒業式らしいよ。卒業生の皆さん、ご卒業おめでとうございます。楽しかった運動会、みんなで投げた枕投げ、私たちはこの学校を卒業します。みんなさん、卒業式って言ったらの曲って何ですか？私は3月9日を卒業式、中学校の卒業式に歌ったんですけど、
何ですか、3月、あ、3月、やっぱ3月来なかったんかな、なんかあと、なんかあと1個あったよね、なんかあと1個あったんだよな、なんだっけ、なんだっけ、なんかあったんですよね、青毛は尊し、なんだ、あ、それ旅立ちの日に、そう、旅立ちの日に歌った、小学校の時に、今別れの時、飛び立とう、未来信じて、弾む若い力信じて、この広い大空に、あ、これじゃないっけ、これじゃない？学校の国歌歌った、歌った、学校の国歌、あと国歌も歌った、国歌、アンパンマンは君さ、これだよ、これだよね、これだよ、しょ、これでしょ、旅立ちの日にって歌いましたよ、覚えてるよ、旅立ち、旅立ちの日には、国歌じゃ、あれ、これ国歌じゃない、もしかしてヒアナが今歌ったの国歌じゃない、どうしよう、間違えちゃったから変顔しとく、どうしてスノーのエフェクトでありそうじゃない、あー、ある、あら、あれ、ごめん、部屋の中の国歌はアンパンマンだった、ううう、じゃあ今から分かる人にしか分からない、なんならほとんどの人が分かんないであろうモノマネをしたいと思います、第五人格のマイクの同意のモノマネ、ううう、第五人格のマイクの呼ぶの妹のモノマネ、ヘイ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 、これ似てるんだけどさ、絶対みんなわかんないじゃんこれ似てるの、似てるんです私、これうう、似てるの、似てるんですよ、似てるけどさ、絶対みんなわかんないじゃん、な、わからんだろ、絶対わかんないと思うんだうう、へいへい、うう似てるんだよ、誰かわかって、誰かわかってよ、誰かしらわかると思ったんだけど、おかしいな、けどマイクのモノマネグランプリ世界第1位だよ、楽しい？ OK、 素晴らしい？ OK、 どういうシーン、なんかさ、妹があるんですよ第五人格って、それの同意って呼ぶと、あの呼ぶっていう妹があって、それのマイクっていう曲芸師のあのあれがいるんですけど、その人のモノマネなんですよ、ううううヘイヘイ、うー似てるんだよこれが、もっとマリオ、マリオってど、何言うっけ、タタラーみたいなやつ、曲が、あのね、超声しね、声がむずいんだよね、ヘイヘイはヘイヘイ、はあはあはあ、へいへい似てるかもしれない、へい、あの調香師の、あとで調香師持ってる人は調香師のあのこういう戻るみたいな妹をやってみて、へい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 、
ヘイヘイ。許してください、許してやろう、許してやろうじゃないか。まあ今分かんなかった人は明日のね G8 見てくれたら許してあげます。明日の G8 1時からあるから見てね。そしたら許す。それ見ないともう一生許さない。よろしく。約束だぞ。明日はなんとか見れそうです。素晴らしい。明日何着ようかな。見て、今日のメイクは最近ピンクしか使ってないけどさ、じゃあ何のモノマネしてるか当てて。あ、日常の、あの日常の嫌な女モノマネなんだけど、どういうシチュエーションか当ててください。今から私がするモノマネを。あ、部長、私あのサラダお取り上げしますよ。あ、全然、私そういうの大好きなんで、どんどん任せてください。エミちゃん、何そのメイク落ちてるぞ。エミちゃんさ、そういうとこちゃんとした方がいいよ。誰でしょう。どういうシチュエーションでしょう。正解は上司に媚びを売りつつ、女の人の敵の女の人の化粧が落ちてると言って下に下げる女のモノマネでした。細かい、なんて細かいんだ。部長いくつだよ。部長はいくつか知らん。あとなんかあるかな、日常的なものはね。そう、細かすぎるモノマネシリーズだから、部屋の好きなの。しずこちょ、しずこちょ、しずこちょ、しずこちょ。アンパンマン、アンパンマン、やめるんだバイキンマン、アンパンマン。ちょっと出ねえな。学校の先生、学校の先生ってあざとい人いる？なんか今日元気で何よりはしんどい。海賊王に降りるね。似てねえ。海賊王に俺はなる。似てなさすぎて笑いが出てきたわ。これはひどいとか言わないの。これはひどいとか言いません。誰だ、あのゴムゴムの実の人をやってみました。海賊王に俺はなる。なんかあった？なんかありました？今なんか言った部屋の。なんか言ったっけ？何のこと？ん？何のことやろ？
イノスケやって。ごめんね弱くって。ごめんね弱くって。似てるんじゃない、これはちょっと似てるよね、これ。ちょっと似てる、もしかして。上達。わあ、惜しい。似てないかな、ちょっと似てる気がするんだけどな。久々に坊ちゃん、坊ちゃん、坊ちゃん。ところで明日は G ヒットでしたっけ。はい、こんばんは、こんばんは。声優いけそう、声優いけそう、ほんと。でもイケボ出せるよ、イケボ。何してるんだいベイビー、僕のために争うのはよしてくれベイビー。これ部屋のイケボだから。こんばんは、こんばんは。チュ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 。こんばんは、こんばんは。じゃあ、あの荒野とかの、あ、55分なっちゃった。あ、50分だったらね、ランキング発表を、あの荒野にいる片目だけ映してめっちゃ川辺で話す配信者さんのモノマネをしたい、モノマネをしながらランキング発表していきたいと思います。よいしょ。あ、皆さん今日も来てくださってありがとうございます。それではランキング発表をしていきたいと思います。仲裁くわしろさん、ありがとうございます。嬉しい、ありがとうございます。12位へいちょさん、ありがとうございます。11位はいちさんです、ありがとうございます。あ、顔出しはちょっとする予定はないかなと思います。声かわいい、ありがとうございます。嬉しい。顔はね、ごめんなさい、見せる予定はないんですけれども、声だけでね頑張りたいと思います。10位はひらゆきさんです、ありがとうございます。9位はキラキラ星さんです、ありがとうございます。8位は夏の旦那です、ありがとうございます。7位ゆうさん、ありがとうございます。声かわいい、ありがとうございます。全然そんなことないですけど。6位はカイシさんです、ありがとうございます。5位はベベモンさんです、ありがとうございます。4位ももたれたアバゾンさん、ありがとうございます。3位ハウさん、ありがとうございます。2位ケンヨパイさん、ありがとうございます。ちょっと待って、あの画面近すぎて目入れかんできた。1位は元気くんです、ありがとうございます。元気くん、今日もありがとうございます。画面近すぎて目超チカチカしてたんだけど。今のがあの荒野の配信者さんなので、いる片目しか映さない人のモノマネです。はい、ということでキャッチフレーズをしたいと思います。もっともっと、ちょっと6もっとって言ってください。いきますよ。もっともっと、奥もっと、ありがとうございます。意外と元気を届きます。広島県から来ました17歳のんのんこと奥本ひらです。よろしくお願いします。はい、ということで皆様本日も見てくださってありがとうございました。今日ね TikTok を撮って、明日インスタと TikTok 更新できたらなと思いますので、ぜひ見てください。明日13時から G8 です。それではありがとうございました。バイバーイ。3、2、1、0、アデュー、バイバーイ。